フライパン10は5年前に開発入って、うん、はい、でうちはデザイナーさん初めて使ったような感じなんですよ。あ、そうですね。それまではもう全部自社で開発も全部してて、で5年前に、店長さんというデザイナーさんとお会いして、でそこから、開発始めて、でそこから商品できるのに2年ぐらいかかったんですかね。そんなかかったんですか。テントさんからのデザインは多分3ヶ月ぐらいで上がってきたんですかね、初っ端。あ、はい、はい、うん、で、もう初っ端がもうこのデザインであって、あ、はい、ほんで、もううち僕らはもうこれすぐ即決、もうこれもこれしかないやろっていう感じでやり始めて、でうちらフライパンの本体の丸い部分は全部自社で金型作るんで、はい、全部一個一個自社で金型作れるから、もうそこから2ヶ月ぐらい、はい、でもう金型できてるんですよ、お皿の方。あ、そうなんですね。で、あとは持ち手が1年半かかりました。持ち手で。そうです。あ、フライパン部分はもう、そうです、全部自社でできて、早い段階でできてたけど、持ち手が特許申請してるんですか。そうです、特許も申請してるのと、はい、やっぱり強度的な部分であったりとか、いかにこう簡単にスライドして取れるかっていう部分と、はい、そういった部分で、1年半ぐらいかかって、もう途中で本当デザイナーさんとも諦めようかみたいな雰囲気になるぐらいもう何個も何個も試作作って、はい、でテストするたびに折れたりして、ずっとやってて、はい、でなんとかもう無理やり出来上がったっていうような感じですね。そうなんですね。でも肌触りすごく良くて。そうですね、あれもう無垢剤なんで、塗装も何もしてないんで、はい、お客さん手も届いたらもう自分なりになんかニス塗ったりとか、アウターなじましたりとかして、ちょっとこう自分なりにこう育てていくというかっていう感じで、無垢剤を使用してますね。あ、はい、なるほど。まあ、2色展開かな。オールナット材というのと、ビーチ材というのと、はい、白っぽい木と茶色っぽい木というところですね。もともとは S サイズと M サイズの2サイズやったんですけれども、はい、一昨年に L サイズと M の深型というのが出て、はい、で今年四角の四角型が初めて見ました、上で。が出て、でもうちょっとしたら、S サイズの深型がもうちょっとしたら出る予定ですね。あ、そうなんですね。でも取ってさえあれば全部共通で使えますんで、はい、へえ。これからこのフライパン10っていうのはまだこう続いていく感じですか。どうなんですかね。まあでもある程度もね、深型、角型、うん、はい、サイズのバリエーションも出てきたん で、ね、あとはこの下行こうかっていう話も一部出てましたけれども、はい、取っ手がねそこそこ重いんで、はい、下行くとね倒れる可能性あるんですよ。はい、重みで。だからなかなかそこをね、どうしようかっていう感じではあるんですけれども、はい、今はもうだからとりあえずは開発は止まってる段階で、はい、で今後それこそ今ねキャンプ用で使われてる方も多いんで、うん、キャンプ用で持ち運びできるなんかちょっとオプションの、まあ、袋じゃないですけど、そんなものとか、なんかちょっとオプションがちょっとずつ増えていくかなっていう感じではありますね。なるほど。いいですね、持ち運びの袋は。そうですね、欲しいですね。うちはただもう、もともとはもう家庭用でしか一切考えてなかったんで、はあ、そこがびっくりしました。僕らも SNS、もうインスタグラムを見て、はい、お客さんが外で使っているのを見て、はい、気づかされるみたいな感じで、はあ、へえ。もうやっぱり取っ手が外れるっていうのはすごい、スタッキングを重ねるのも、はいはい、そうですね、はい、キャンプ向きやなと思ったし、だからそれはね、デザイナーさんも、はい、うちもそこは気づいてなかったですね。ほんまですか。あれってことキャンプで使えてますよみたいな。あれこれキャンプ行けますねって逆にお互いになったみたいな感じですね。ああ、なるほど、はい、蓋もありますもんね。そうですね、専用蓋も一応ある感じですね。蓋に関しては、はい、もう3サイズって言ったら大変なんで、はい、M サイズ買ってもらうと、はい、結局全部に適合するんで。え、そうなんですか。はい、結局フライ L だと、はい、フライパンの縁に乗っかるような状態で、はい、蓋としては使えるんで、はい、だからそういった部分では大体僕は M サイズのみを勧める感じにしてますね。あ、そうなんですね。一応 S、M、M はあるけど、ありますけれども、はい、M だと全部できる。そうですね。へえ、いや、そういうとこもやっぱキャンプに持ってこいやと思いますね。深型もめっちゃいいと思います。ああ、そうですね。深型もだから思ってた以上に、はい、はい、伸びてますね。ね、あ、
石焼きビビンバとかすごいよぎったんですけど、はい、すごい調理の幅が広くて、そうですね、はい、いいですね、鉄フライパンは本当もう穴が開かない限り、はい、結局使ったら使うだけ油なじんでいって使いやすくなるっていうのが鉄の特徴なんで、はい、そういった部分では本当長くもう何十年で使っていただけるっていう部分では、うん、もう多分先に取っ手の方が交換になるんじゃないかなっていうようなところですね。なるほど、で油がもう馴染むと本当使いやすくなっていくんで、はい、だから鉄の初めの使い方としては余熱は絶対必要、あもうフライパンが冷めた状態で食材入れると確実にくっつくんで、あ、はい、だから油入れてもらって余熱、うん、あ余熱入れて、はい、フライパン温まったなっていうタイミングで食材入れるともう本当目玉焼きとかでもくっつかないんで、あ本当ですか、はい、へであとはもう使い終わった後っていうのはもう水洗い、洗剤使わずに水洗いしてもらって、あで、はい、濡れたまま置いてると、錆の問題があるんで、もう一回あコンロにかけるか、まあ、アウトドアとかではキッチンペーパーでキッチンで拭き取ってから、はい、収納していただくっていう感じですね、はい、そしたらもう錆も全然、ね、はい、大丈夫、そうですね、で錆びても、はい、もう別に金属タスクでバババってこすって取ってもらったら全然問題ないんで、あそうなんですか、そうですそうです、この鉄の黒い色っていうのは、はい、鉄の色なんですか、これはもともと黒川鋼板っていう鉄を使ってるんで、もともと黒い材料なんですよ、あ、はい、あじゃあ剥がれたりはしない、しないしないしないです、はい、じゃあずっともう結局鉄板そのものなんで、はい、ただ、トマトとか酸性の強いものとか、トマトとかそういうので調理するとシルバー色にその反応してね、なる場合があるんですよ、だからなってもまた使い込んでいくと中華車の中華鍋みたいに真っ黒になっていくんで、あ、はい、なるほどっていう感じではありますね、はい、じゃあいいですね、黒っていうところも私めっちゃ気に入って、そうですね、黒もそうですね、はい、途中から、黒い材料を使おうということで変更したような形ですね、もともとはもう鉄のシルバー、もともとはシルバー色のものがもともとなんで、はいはい、でそれをうちらの方で一個一個焼くことによって、はい、先ほど見ていただいたバーナーで焼くことによって青黒っぽく変色するっていうところなんですけれども、はい、もともとはこういう核の材料で決まって、でこれを、ここで一個一個プレスでこの丸の円盤に置くような形ですね、でこれはまあ20センチの大きさなんで、5個フライパンが取れるように、サークル抜きっていうんですけども、それをして、でそこからまた違う工程に入っていくというような感じですね、はい、先ほどそのパーツを抜いたものから丸に抜いたものを、ここで縦に置きまして、で置いたものをこのヘラ絞り機っていうのでこう側面を伸ばしていくような工程ですね、鉄フライパンでどうしても重いっていうデメリットがありますんで、それをこう側面を伸ばすことによって側面を薄く仕上がるんですよ、そういうことで通常の鉄フライパンよりは軽く仕上げるっていうのをこのヘラ絞り機でやってるような形ですね、はい、ここが、一個一個バーナーで本体を焼いて、で本体焼くことによって三角膜っていうのができて、それでまあ錆びてますね、で本体がこう真っ赤になっているところが大体もう700度ぐらいまでなっていくんで、だからなかなか家庭用ではなかなかできないものをもちろん工場で全部やってしまって、でお客さん手元通りではもうすぐに使っていただけるというような形にしているという、銃っていう名前はもう元々決まってたんですか、これもねデザイナーさんから20個ぐらい確か初めご提案いただいて、はい、でその中から選んでいったんですけれども、はい、もう銃しかないなと思いましたね初め見た時に、まあ、関西のノリなんで、そうです、上から見た時にそういうの銃ってなったんで、はい、もう銃しかないなっていうのと、まあ、結局銃銃焼けるっていう部分と欠けてる感じになるんで、はい、だから銃しかないなって、もうこれしかないでしょってデザイナーさん言ったら、はい、デザイナーさんが、はい、いやいや
藤田さん海外に売るつもりないんですかって言ったんですよ、その時。あで、はい、藤田はその時一切なかったから、いえ全くないです絶対10ですって言って、はい、あ、ほんじゃそれで行きましょうかってなったんですけど、はい、結局今となっては結構もう今ヨーロッパとか北米、まあ、アジア圏ももちろんっていう感じで結構輸出も多くなってるんで、そう考えると10じゃなかったなと思いながら、いや、結局10は日本でしか通用しないで、やっぱ10になるんで、そうなんですよ。あ、そうっていうのは、後から気づかされましたけど、あですね。いやでも銃って言ったら自由にも聞こえるし、ああそうですね、それも結構さ、それもなんか欠けてるって言ってましたね。そうですよね。そうですそうです。いや全然私的にはいいと思います。海外でも、ね、日本では全然いけるんですけど海外逮捕にはなってないという。まあでも本当この商品がなんかこうフィルター金属の商品のブランド価値を上げてくれたみたいなのは結構強いですね。あ、そうですか。これでバッて有名になったっ。そうですね、それは結構あると思いますね。はい、ここがなんか引き上げてくれたっていうのは結構あるかもしれないですね。はもうだってフル稼働でしたもんね、工場も。そうですね、今現状は結構フルでやらせていただいてますね。ただうちら社風というかもう昔からなんですけど、絶対に残業しないんで。あ、もう定時までで。そうです。だからうちは始まるの7時55分なんですよ。はい、で4時55分に終わるんですけど、はい、もう5時には従業員誰もいないです。さっとみんな帰る。さっと帰る。めっちゃいい会社ですね。残業はもう全くゼロですね今。すごい。もうそれまでに逆に仕上げるというか、もう納期がだからいついつって決まっているものがあれば、うん、逆にうちは今製造部と品質管理部とあるんで、うん、はい、もうどっちかが手伝いに行くみたいな。あっていう感じでなんとか間に合わせるみたいな。あ、じゃあもうみんないろんな仕事を。そうみんながもう全部できるっていう体制にしてますね。あ、素晴らしいですね。でまあ、今は本当ね、製造業ってなかなか跡取りがいないとか、そうですね、ね、かなりやっぱり年配の方が増えてっていう形になるってるとは思うんですけど、うんうんうん、私の場合はもう本当平均年多分30代なんで、若かったですよね。かなり若くなってきましたね、ここ最近で。はあ、社長さん自体も3兄弟やって聞いたんですけど。そうですね、僕3兄弟の一番上で、でもみんながこう分野分かれてるんで、どちらかというと僕がもう、まあ、経営と営業開発的な部分をやってて、はいはい、で真ん中の弟がもう製造をメインにやってて、で一番下の弟は、はい、金型をメインでやってるっていう感じ。みんなが一人でもかけたら自分が死ぬってなるっていうポジショニングに、はい、してますね。いいですね、兄弟で仲良く。そうですね、今のところそうですね。珍しいですよね。なんか喧嘩とかしないですか？あんま今のところないですね。もう結局みんな尊重し合わないと、そこが欠けるとものづくりできなくなってくるんで、はい、いやすごい。ものづくりできへん、ほんで売る人おれへんかったら売る人がおれへんから物ばっかり増えるみたいな感じになっちゃうんで、そう考えると今はすごいいいバランスになってるのかなっていう部分もありますね。まあでも全部それはまあ今現会長、はい、まあ、父親が全部そういうふうに振り分けたんで、あ、はい、そこは、はい、いい体制にしてくれたっていう部分はありますね。はい、僕もだから去年の11月なんで代表変わったのは。あ、そうなんですか。そうです。だから去年の11月に変わって、はい、ちょうどだから1年で丸、はい、で今年はちょうど70周年やったんで、その前に変わってるような感じですね。70周年ですか。70周年ですね。すごいですね。僕のおじいちゃんからなんで、はい、もうどんどん伸びていく感じがするんですけど。いやいやいや、でもね、あれ僕じゃ10年前潰れかけてるんで。あ、そうなんですか。そうです、そうです、本当です。10年前にもうほぼほぼ、うん、もう宇宙会長と話しながらどうしようかみたいな、うん、もう毎月赤字が続いて、うん、そうなんですか。はい、ちょっとその展示会、大きい展示会出てみようということで、はい、まあ、東京のビッグサイトであるあ、はい、ギフトショーに出てみて、はいはい、でそこから一気に変わりましたね。いろんなやっぱり佐紀さんが意外と、うん、お引き合いいただいて、あ、でそこから
なんとか持ち直したというか、あれがなかったら多分今ここないですね。テントさんはなんでそういうきっかけが？テントさんはもともと僕仕事もらってたんですよ。あ、そうなんですね。試作を作ってほしいとか、はい、こんなちょっと金属でこんな加工商品ねんけどっていう形で仕事もらってて、はい、でその中で、メールと電話でしかやり取りしなかったんですけれども、はい、一回ご挨拶行きますということで、はい、行かせていただいたら、いやこんなデザインやってるんですみたいな私のものにさせていただいて、その時はもう全然、うちはテントさんとやる予定はなかったんですけど、あ、そうなんですねで終わったんですよ。あ、そうなんですね。でその時にちょうど、平安振動さんといってドローアラインといって突っ張り棒、あ、はい、表に出ててもかっこいい突っ張り棒っていうのを平安振動さんっていうのとテントさんが開発してた段階、まだ売りに出てない段階だって、はい、でその時に平安振動さんの社長さんとたまたま青年会かなんかでお会いしたんですよ。あ、そうなんですか。で、はい、あ、それはテントさん行ってきました、めちゃくちゃいいかっこいい商品作ってますねっていう話をしたら、はい、その平安振動さんの社長さんが、はい、藤田さん騙されたと思って聞いてほしいんですけどみたいな感じになって、お、藤田さんとテントさんが組んだらめちゃくちゃ疑問できるから一回やってみてほしいですみたいなことを言われて、はい、説得力が半端なくて、はい、実際もう経験されてるじゃないですか、いろんなデザイナーさん見てきてる中で、はい、もうすごいテントさんがめちゃくちゃいいみたいな感じであって、はい、でまだ商品も販売してないんですけど、はい、すごいやっぱいいみたいな感じになって、はい、でもう藤田さん工場あるねって絶対やってください言って、はい、それがもう一番の後押しですね。平野新郎さんのやっぱりもう成功事例というか、実際や取り組んできた中ですごい良かったっていう事例があったんで、あ、入りやすかったっていうのがありますね。あ、なるほど。で実際上がってきたら一発目これやったんで、はい、はあ、いや、すごい。だから僕らもびっくりしましたね、はい、このデザインの力というか。で最近昔やったらデザインって、はい、もうかっこよかったら機能とか別にいらんよみたいなものがあったのが、はい、今それじゃないじゃないですか。結局デザイン必要やし、はい、機能もちゃんとなかったらやっぱり売りにつながらないっていうものになってきてるん で、はい、それをやっぱり両方備えてるという部分に関してはやっぱりすごいデザイン力、はい、かつまあその機能力含めなんかすごいなと思いましたね。はい、いや、すごい、もういろんなこの出会いとなんかきっかけとか、ね、タイミングがバチッとありましたね。すごいですね。いや、ありがとうございます。はい、なんかいろいろ話聞けて勉強になりました。なんかますます欲しくなって。であとはもうあれですわ。去年のコロナきっかけのタイミングでこうライトとか。この8番っていうのはこれテントさんと一緒にやって、はいはい、だからここに関してはもう本当はですね、うちはキッチン用品しかする予定なかったんで、はい、それを新たにやっぱりこういう新しい柱も立てていこうという形で、はい、ライトと鉢、園芸用品を出したという感じですね。この鉢って鉄なんですか？アルミですね。あ、はい、アルミですか？はい、アルミで黒の着色アルマイトしてるという形ですね。いいですね。でここはもう二重構造になってるんで、はい、結局通常鉢ってこの下に受け皿が来て、はい、受け皿に水が溜まってたり砂が出てるじゃないですか、はい、でもこれ本体メインを受け皿にすると全部それが中に隠れる構造っていう形で作った。だからシュッとして見える、ね、いつも やっぱり受け皿、そうです、受け皿がね、イメージがあるから、で受け皿が結構やっぱり別売りとかになるんで、そうなんですよね、はい、一体物であるものって少なくて、確かにそういった部分で、作った形ですね。ランプも、ランプは上を押して、これ今ちょっと電池入ってないんですけど、上を押していただくと4段階でつくような感じですね。上を押すんですか？そうです、そうです。で、ここはもうパイプの中に炭酸電池4本、あ、ここに入ってるんですか？そうです、炭酸電池4本で動かしてるんで、ここも本当、でバラすとこういう感じで小さく、あ、もうこれもまたキャンプキャンプですよね。超おしゃれですね。こんな工場見たことないですけど。でもあれですよ、こちらこれ、5年計画ぐらいであったんで。そうなんですか。はい、5年前ぐらいに、はい、八尾市の行政の方来られて、はい、で、これからの、まあ、そういう町工場というか、はい、ものづくりの工場は、はい、工場を見せていかなあかんとっていうところから始まったんです。でもうすでに新潟の方とか、はい、そういったところでは、はい、結構積み木メーカーさんとか包丁メーカーさんとか、はい、そんなところがもう結構もうオープンに
工場してるの。あ、そうなんですね。いつでも誰でもこう一般の人が見に来れるみたいな。でそこでもう実際見て、はい、最終的にこうショップみたいなのがあってそこでもう購入できるみたいな。やっぱり結局最近ってもう完成された商品しか見ることないじゃないですか、うんうんうん、それを、プラスアルファはやっぱ作ってる背景も発信していこうっていうので最近のこの日本のものづくりがちょっと変わってきてるみたいなところがあって、それがもう結構前からも実際新潟の方とかで結構やってて、でそれをやっぱりいち早くやらなあかんっていうので、はい、八尾市さんが、はい、もう藤田さんもうやりましょうやりましょうみたいな話になって、はい、でもう5年計画でもう70周年に向けてやりましょうっていう感じで今年の2月のオープンしたっていう感じですね。なるほど、はい、そうですね。いや、めっちゃかっこいいですよ。私も工場で働いてるんですけど。ああ、そうなんですね。もう全然真逆の。いや、うちはもともとはあれですよ、はい、もうあの普通のザ工場でしたよ、はい、あの動画で見させてもらいました、はい、ザ工場です。はい、はい、それをちょっとガラリとね変えていったっていう感じですね。あ、だって出勤するの絶対楽しくなるもん。いやありがとうございます。いやもうありがとうございます。